やっぱすごいな、こうやって振り返ってみると。あ、どうも、速稼塾の久保です。今ね、ミスター M さんの YouTube のチャンネル見てるんですけども、なんかね、感慨深いというかね、懐かしいというか、最初のアップロード動画1本から漏れなく見てますからね、私ね、1年間、で、ちょっと振り返ってみようかと思いますんで、ちょっと画面切り替えますね。はい、これがですね、ガチンコマッチョクラブ、見てください、タイトル、100キロ超え中年デブ。今ではね、100キロ超えっていう風に言えなくなりました。左側のね、ちょっともさっとしてる感じの白い帽子の彼いますよね。これと右側のこの凛々しいレスラーみたいな彼が同一人物ですよ。1年間でここまで肉体って変わるんですよね。顔もだいぶ変わってですね、これちょっと見ただけじゃ同じ人っていうのをちょっとわかんないですよね。下の方行ってみましょうか。動画があります。今一番人気の動画なんですけど、今ちょっと動かしてますけども、1年前の元ホームレス中年デブの腹筋ローラー30日の結果はってことで、これね、ちょっと見ていただいたらわかるんですけども、はっきり言ってこれ30日やっても、見た目に何も変わってないように見えるんですよ。ただ、しっかりやってることは確かなんで、これを1年間続けたらものすごい肉体改造になるなと思ったのは確かです。そして1年後が、このね、右上の画像になってますけど、これですよ。まあもちろん腹筋ローラー以外にもいろいろとね、やってたんですけども、これ再生数が 1.7 万回でしょ？すごいですよね。で、その横が、何ですかね、スイッチか。任天堂のスイッチをやりながら、このシャドーボクシングをやるところですけども、これを2週間続けたら痩せるのかみたいな感じでね、やってますけど、これ動きが結構いいんですよ。やっぱり、元格闘技をやっていたということもあってですね、フットワークも、それからパンチもね、キレがあるということで、すごくリズムがあっていて、高得点をマークしてるんではなかろうかというところでございます。これも半年前ですよね。だから全然体が変わってきた頃です。で、もう一個、右側に行くとですね、9ヶ月前なんで、ちょうどさっきのボクシングのところと腹筋ローラーの間ぐらいの画像ですけども、ここでもね、痩せてるとは言い難い。要するに、毎日トレーニングをしていても、3ヶ月とかぐらいじゃなかなかね、体型の変化って見えないんですよね。もちろん日々やってる方は、細かい小さなね、変化に気づいてると思いますけども、でも傍目にはね、同じやんみたいなね、ことを言われて、ちょっとは痩せたのって言われるとモチベーションが落ちるんで、ぜひね、筋トレをやったりとかダイエットをやってる人に対しては、そういえば体型変わったかもっていうのを口癖にしてあげてほしいんですよ。そうするとモチベーション上がって、もうちょっとやろうかなみたいになりますからね。で、再生数も、まあ、そこそこいってますよね。で、もう一個右側に行ってみると、これ7ヶ月目です。ちょっとだから体型変わってますよね。右と左と。はい。で、次なんですけども、アイリス大山で冷蔵庫を買うというね。筋トレとは全く関係ないんですけども、でもこういう動画もやっぱつぶさに上げていくと、やっぱ910アクセスぐらいになってるわけですよね。で、やっぱホームレス、冷蔵庫を買うっていうのに興味を持った方もいると思いますし、似たような冷蔵庫をね、買おうとした方の参考にもなるわけですよね。そして一番右側ですけども、これなんか、これは1年前ですから、その白い帽子とね、眼鏡が特徴ですよね。この左上の画像になります。ちょっと動画の方をクリックしてみましょうか。こういう風にしていくと懐かしいのが出てきますよ。最近はね、インキャ TV とか私のシリーズを作ってくださって本当ありがとうございます。で、トレンド動画も扱うようになってきて、最近ではね、草薙剛さんが40代、半ばにしてご結婚されたというニュースもタイムリーに届けてくださいました。そして映画のレビューも結構ね、やってますけども、私の大好きなイップマン、それからね、マイク・タイソン出てますね。これなかなか見ものですよ。で、もうちょっと前なんですけども、並び替えでですね、ちょっと古い順にやってみましょうか。そうすると、一番最初の動画出てきます。これ、尾崎豊さんの15の夜を熱唱しているところですね。これが1本目の動画だったと思います。それから、ジムに通っているところがこうあってですね、白黒で。で、ジムから、ホームジムに行ってからがものすごくね、パワーが出てきているところなんですよ。で、注目はですね、これ見てください。左側、花龍馬さんに1年前にもうね、私と同じぐらいの時期に出会ってるわけなんですよね。これすごいでしょ。この花龍馬さんの、アッシュみたいなね、髪の色ですけどもね。それからね、私がね、これだと思うのは、これ、ランボーの真似をしているシルベスター・スタローン名言集ですね。これなかなかね、私もね、思い出すんですよね。もう一個右にもありますけども。これ、
マシンガンとこのヘアスタイルですっかりね、役者気取りでございます。それからちょっと笑ったのがですね、ここ今右側にありますけども、力を入れると腹筋になんかこう腹筋が割れたように見えますみたいなね、そうギャグがやっぱり入ってるんですよね。でヒートトレーニングもやってましたね。ヒートトレーニングをやる頃はもう結構ね気合が入ってた頃だと思うんですよ。で、社会情勢にもきちんとねこういろいろと関心を寄せていただいて、すごいですね。やっぱりこうやってみるといろんなテーマを扱ってきたんですね。動画の本数もだいぶ増えましたね。ということでね、ミスター M さんのこの YouTube 活動に歴史ありということですよ。私もね、こうやってみると、すごく思い出すことがあって、本当に長い友人を、なんかこう手にしたようですね。これからも一緒に走っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。そしてですね、ズームの対談がもう迫ってますので、こちらの方の準備もしていこうかと思いますんでね。このミスター M さん、なんとも魅力的な、チャーミングなね、彼に出会いたいよって方は、ぜひね、ズーム対談の方にいらしてください。よろしくお願いします。それでは本日は以上です。